はいどうもパチューです、えー、今日はね名古屋はねすっかり気温が下がりましたまあねあの曇ってるからかもしれないんですけど、まあ、昨日よりは風はねあの涼しいんですけどあのあんまり吹いてないんですけどだいぶ涼しい風になってますねまあとはいえねあの昨日ぐらいまでが気温高すぎただけなんでそんなにねあの普段のあの冬とかと比べてあの寒すぎるっていうあれではないんですけどね まあね、あの、ちゃんとした冬に近づきつつあるな、みたいな、えー、そんな感じですけど。はい、今日の話なんですけど、えー、僕はね、朝の9時半ぐらいに知ったんですけど、 あのー、Z、リささんが再逮捕されましたねあのー、まあ今ねいろんな各メディアでいろんなニュースが出てるんであのヤフーニュースとか見ていただければ大体ねあの出てると思うんですけどあーなんか住居侵入容疑で逮捕された、まあ、前回そうだよねまた不法侵入みたいですねなんかラッパーのライブのところに押しかけてどうたらこうたらみたいなでまあ あの同じようにあの逮捕されてるメンバーの中に何かラッパーの人がいてそのラッパーの人がね暴行容疑で逮捕されてるんで何か Z リーさんも暴行容疑で逮捕されたんじゃないかのような印象をねあのニュースの見出しだけで見ると受けるんですけどまあ一応その今 Z リーさんの方に言われてるのは不法侵入だけなんじゃないかなって思うんでまあそこら辺ねあの勘違いしてあのネットとかでぶった,たかないようにあの気をつけてくださいね。 あの、ひょっとしたら、あの、そういうことで、あの、あ、ないことないこと言ってるっていうことで、あの、開示請求とかいう話になりかねないですからね。僕が見た記事の中では、ゼットリーさんは、あの、侵入容疑なのかな、みたいな。まあ、とはいえね、なんか特流じゃないかという捜査もされているみたいなことを、あの、報道でされているわけですし、あの、まあ、今回ね、前回も、なんか、侵入容疑。で、今回も侵入容疑。 ってことでまあ、いわゆるその、ね、こういう言葉が本当にあるのかどうか知らないけど僕もネットで知ったんだけどねあのおかわり交流っていうねあの交流機関がた一回逮捕されると交流機関があってでその交流機関を あのー、終わると、その釈放されるわけなんですけど、その釈放される前に、もう一回逮捕して交流期間を延長させようというあれなんじゃないかなっていうようなことはちょっと思ったりなんかやしたわけなんですよね。はい、というようにね、あの、今回の話なんですけど、実はその Z リーさんに深掘りするんじゃなくて、あのー、 なんか、おかわり逮捕、最近多いなと思って、あのー、そういう話がしたかったんです。実はね、名古屋でも、あの、2グループぐらい、おかわり逮捕で、あの余罪がポロポロ出てるやつがあって、まあ、世間的に言うと、あの、ルフィがあれだよね。 あの特流の元祖みたいな感じのさあの、ルフィが逮捕されてから、多分今はね、3回ぐらい逮捕されてると思うんだよねあのだからそういうようにね、1回逮捕されたら、その逮捕されてその、捕まって警察にいる間に捜査が進んでその、まあ、おかわり、おかわりみたいな感じで、どん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 その罪があの増えていくという。 で名古屋の方にもね、あのーまあ、ちょっと小物的なやつで言うとなんか集団で親父狩り的なこととかひったくりとかをしていたような10代のグループが、あのー、夏場ぐらいに逮捕されてたんだけどその夏場ぐらいに逮捕されてたやつも、あのー、もう3回ぐらいの容疑で捕まってんだよね。あのー、これ結構ね <laughs> あーなんか ねえ10代の子たちでも結構悪さしてんだなみたいなことを思いつつなんだけど、で、あと、あれなんだよね、あのー、<laughs> 名古屋にはさ、あのー、ルシファーズっていうなんかグループのリーダーの人が、あのー、捕まってて、で、つい最近また再逮捕されたんだよね。で、再逮捕。 されて、これでね年、7回目の逮捕だったかなって思うんだけど、いや、最初の容疑はなんか、その、繁華街でだったか、その、まあ、大体暴行容疑なんだけど、繁華街でだったか、その、東名阪のね、サービスエリアかなんかで、その、ね、 あの、若いやつに因縁つけてぶん殴ったっていう容疑だったと思うんだけどね。なんか、それで、今回の容疑、まあ、いろんな逮捕歴があって、で、今回の容疑は、その、えっと、10代の若い子を自分ところの会社で働かせたっていう、まあ、そういう容疑。で、一応ね、まあ、その会社社長なんですよ。板金屋さんの社長。 <laughs> で,でその板金屋さんの社長っていうことでまあ多分お金の管理してたんでしょうね嫁さんも一緒に捕まってるということででねこのルシファーズってねあの例えば。 YouTube で検索してみりゃわかると思うんですけど、結構 YouTube とかに出演してたりするんですよ。YouTube のリ、そのルシファーズのリーダーとしてね。だから、その、ね、46歳って俺と同い年じゃんだっさーみたいなね、46歳でルシファーズは中二すぎんだろうとか思いながらも、あ昔やってた暴走族とかカラーギャングとかそういうやつの名前だったのかな、だったらまだちょっと多少は許せるな、みたいな、あのー、そんな感じもしつつなんですけどね。まあ 板金屋さんということでまあ去年まで僕ね現場で働いていたんでひょっとしたらねどっかの現場で会ってたかもしれないですね <laughs> ということを思いつつまあ顔に見覚えはないかなうんということを思いつつなんですけどね。うんまあ、というようになんか最近ねその何かの容疑で捕まったらあのおかわりおかわりおかわりみたいなことが すごく多いんですよね。今世の中に犯罪って少なくなってると思うんですよ。まあ、その、検挙人数とか、ね、その、被害届の件数とかいうやつも、だいぶ少なくなっていって、まあ、その中でネット犯罪とかね、ネットでの誹謗中傷なんか増えていたりっていうことで、結構そういうのが問題になったりはしてるんですけど、あのー、だから、最近の警察ってのは、その、まとめて、あの、なんかこの人、 あのもう容疑固まってるけどちょっと泳がしとくかみたいなでなんか複数出てきたら「あーそろそろ行くか」みたいな感じで検挙率上げてんじゃねえのかみたいな警察のやり口なかなかえぐいなーなんていうことを思いながら見てるわけですまあそうじゃないたまたまそうなのかもしれないし <laughs> まあなんだけど、うん、だからまあお巡りさんはあのえぐいやり口ではあるけど効率はいいよねすごく。 あのー、なんかねあのー、ねえ一個一個一個を捕まえて美材で出てきてまたねあのー、なんかやってるけど操作しなきゃいけないってなったらねまあ非常に面倒くさいわけですからそれを思うとすごくいいと思うんだよだからさあのー、俺思ったのその今さあのー いや、ネットにさ、ネット上でもさ、ネット上じゃなくてもさ、そういうその地方地方でさ、なんかこいつやってるかもしれないけど、 あの、捕まってないやつみたい,みたいなやつって、多分世の中にはいっぱいいて、あの、だからネットとかでもね、あの、なんかもう本当に、あの、変なグループっていうのはいっぱいある。俺もなんかね、ネットで面白いネタっていうのは探すからさ、らやっぱなんか、うん、この人なんで捕まってねえんだろうな、みたいな人いっぱいいるんだよね。<laughs> だから、そういう人たち捕まってないからさ、で、やっぱインフルエンッ Z リーさんもインフルエンサー的な人だったからさ、ファンはいっぱい いるわけよでその捕まってないそのほその,他の人たちもファンはいっぱいいるわけよ。で捕まってないから大丈夫だろうと正義のために戦ってるんだろうみたいなことを言ってんだけど実は一回捕まると芋づる式じゃないけどこれ芋づる式のいい使い方としては完全に間違ってるんだけどあの余罪というかさあの。<laughs> が、最近は、その、警察の傾向として、一回捕まえたらその人の余罪がポコポコ出てくるという意味での芋づる式な感じになりがちなんじゃないんかな、っていう。 だからそのまあ多分ねあの小物を捕まえててもなんか成績上がらないしあのちょっとねあの大きいやつをねあのちゃんと捕まえようみたいなあのそういうことをひょっとしたら警察のの人もも思ってるのかもしれないですねだからあの世の中にはまだ捕まってないだけの人っていうのがねあのいっぱいいるのかなあの金婚の西野さんだっけあのまだ捕まってない <laughs> あのあの詐欺師みたいな。 なな言われ方してたの <laughs> なんかお笑い芸人にそれ言われたんだっけな,なんか昔それで俺大爆笑した記憶はあるんだけどまあだからねあのそういう芸人の中でのそういう面白話じゃなくてもう世間の中でそのまだ捕まってないだけの人っていうのは多分ねあの Z リーさんもあの結局ねこの容疑で逮捕するっていうパーンって逮捕してあのー。 まあ罪をが確定して出てきたとかじゃなくてあ,あこれもあるよみたいな感じで出てきてまあ多分その特流っていうやつの捜査をしたいからあのそういうことをしてるでまだその特流的なまあその世の中のねその闇バイト的な強盗とかさそいうのとかの容疑とは全く関係のないところに。 いるからさまあそれを関連付けることはできないわけなんだけどまあねどっかの人がパンって捕まった時にあのズルズルズルっと、あのー、今後余罪がポンポコポンポコ、まあ、ひょっとしたら俺が逮捕されて俺が逮捕された中でその余罪がポンポコポンポコ出てくるっていう可能性もなきにしもあらずじゃないあのなんかそういうのを見てるとねあのー、なんか。 面白さというか、うんまあ、個人的にはね、あのー、 それこそ、ルシファーズのリーダーの人ってか、息子も有名人だ、なんだっていうことを、あの、YouTube をね、あの、ルシファーズで検索してみたら知ることができたんでね。わ、こっちが面白いなって。まあ、同じ名古屋でもあるし、まあ、ね、あの、僕の住んでるところとはちょっとね、あの、ちね、場所が、あの、離れてるんだけど、<laughs> あの <laughs>、わいやこういうやつもいるんだっていう意味では面白かったっすね。うん。 だからね。東京なんかね？ まあ、トリーさんが、もしそういうことをやってる人だったとしても、あの、別の区別の区行ったらね、またなんか別の、なんかそういうグループがなんか、いたりするんじゃねえかな、みたいなことは思ったりなんかやするんですけどね。まあ、実際のとこどうかわからんけどね。まあ、だけど、決めつけでね、あの、この人は何もやってない、大丈夫だ、みたいな,な感じとかね、この人は何かやってるに違いない、みたいな、逆にね。なそういうことで、その、なんか、 ねあのケンケンガクガクなことにならないようにまあねあの外野からニヤニヤ見ればいいんじゃないすかねみたいなことは思いながらあの今回も眺めてようと思います、まあ。もし次があるんだったら正月入るか正月明けかとかいう話だよねまあ普通にそのまま出てくるかもしれないけどね。はいということで終わりにします。はい、以上パチでしたババイバーイ